避難指示が解除されたのは飯舘村長泥地区の一部特定復興再生拠点区域で、午前10時道路を封鎖していたゲートが開かれました。解除された地区では197人が住民登録していますが、宿泊しながら帰還の準備を進める準備宿泊を利用したのは3世帯7人にとどまっています。これを松切りなんだわよ。12年もな、12年入らないんだもの。今度はやっと、うん、やっと、ね、この長泥に来たっていう感じで、うん、また合わせて除染で出た土を再利用する実証実験で使用してきた長泥曲田公園も避難指示が解除され、初めて復興拠点以外の解除も含まれています。これで国が先行して除染を進めた県内6つの町と村に設けられた復興拠点すべてで避難指示が解除されました。